夜空はいつでも最高密度の青色だわ。サイカ大比による刺集。サイカの第4刺集として2016年4月22日にリトルモアから刊行された。全43編収録。および、それを原作とした2017年の日本映画。2016年5月にリトルモアから刊行された著者の第4刺集。全43編の詩が収録されている。 ブックデザインは、佐々木俊。前作、死んでしまう系の僕らにがヒットし、若者に人気の新進詩人として、注目を受け始めた中での観光だった。収録作の大半はツイッターなどインターネットが、書室である。映画夜空はいつでも最高密度の青色だのタイトルで、石井祐也監督、脚本により、映画化され、2017年5月13日に、東京。 新宿ピカデリー渋谷ユーロスペースにて先行上映5月27日に全国公開石橋聖画と池松壮介の W 主演で石橋は本作が映画初主演作となった映画版のタイトルは映画夜空はいつでも最高密度の青色だとなっており作品名に映画と入っている原作の詩集の中にはストーリーはないが 監督の石井雄也が東京を舞台にした一組の男女のラブストーリーとして作り上げ、脚本を執筆した。2020年東京オリンピックを前に変わっていく、東京の最後の姿も映し出されている。子供の頃に母を亡くし、死に対する不安を感じながら育ったミカ今は看護師として働き、患者の死を当たり前のように受け入れなければならない日々を過ごしている。 そして社会に適応できない不安を抱え日雇い、労働者として働き、木造アパートでギリギリの生活をしているシンジシンジは、ある日、同僚の友ゆきらと共にガールズバーにやってくる。そこで、経済的に厳しい実家に仕送りをするため夜は、ガールズバーでアルバイトをするミカと出会う。職場でもガールズバーでも空気が読めずおしゃべりが止まらなく、なるシンジ一方で、 そっけない態度を見せるミカを、友幸きは気に入り、シンジを出し抜き、ミカと連絡を取り合う仲になる。しかしそんな矢先、工事現場で働いている最中に、友幸きが首にある古傷が原因で、脳梗塞を起こし帰らぬ人となってしまう。身寄りのいない、友幸きの葬儀でシンジとミカは再会する。言葉にならない感情が押し寄せ、いつもおしゃべりが止まらないシンジは黙り込み、そんなシンジに、 ミカは不安を感じ喋り続ける。その次の日も変わらず日雇い労働を続けていた、シンジだったが現場で荷物の下敷きになり腕を負傷してしまう。フィリピンに家族を残し、日本に来た出稼ぎ労働者のアンドレスや腰に持病を抱えボロボロの体で働き続ける岩下は、目の前で同僚の友行を亡くしたばかりで、さらにシンジが仕事中に怪我をし、不安を募らせていく。 シンジは治療のため病院に行くとそこで看護師のミカと再会。二人は息統合したわけではなかったが恋に落ち、ぎこちない交流を始める。2017年2月、第67回ベルリン国際映画祭にて、フォーラム部門に入選し上映された。国内では、キネマポーベスト10の日本映画第1位に選ばれた、他、数々の映画賞を受賞した。 受賞歴映画夜空はいつでも最高密度の青色だに関するカテゴリー。ありがとうございます。